大阪セルバは予選最終日の戦いの終盤戦です。迎えたカードは第10レース予選特勝対戦メンバーです。1号艇岡山西武イラク、2号艇広島麻生慎介、3号艇岡山山口達也、4号艇愛知小柳弘隆、5号艇三重畑田月、6号艇東京佐藤右京、以上6選手です。陰線1号艇西武イラク、今節未勝利で順位は厳しくなりましたが、ここは高額で奮起していきたいところです。リコース2号艇麻生慎介、今日前半戦は追い上げての2着、ここ勝てば自力での予選突破通過が決まります。3コース3号艇山口達也と4コース4号艇黒柳弘隆、センターの2人ともに準優へは1着条件の勝負がけとなってました。5コース5号艇畑田月、今日の前半戦は2着から争い競り勝っています。大外6コース6号艇佐藤右京です。現在南西の風が3メートル、川の流れは月潮50センチ、ホーム側、追い風、追い潮のコンディション、スタートまでは10秒切ります。第10レース予選特勝です。進入関係はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート進行者、1番、2番、3番、1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 番、2番手は内側から4号艇の黒柳が先行、外を切って1号艇末永、内側から去って2号艇温泉で方面取り立っています。先頭3号艇の山口が抜け出しまして2周回目、頂点3番手の目です。内側から1番手の2番手、1号艇、末永、3番手、4号艇、黒柳の内をついて2号艇、麻生の左前半ドルで方面取り返しています。逆転3番手と2号艇の麻生が回るか、アウトコース4号艇、黒柳で優勝する展開です。最終コーナートップで3号艇山口が旋回、3コースからまくりまして1着条件の準優勝負負けはクリアとなりそう。2番手1号艇セナが3番手争いは2号艇の麻生がわずかに優勢です。先頭3番山口5輪、2番セルナ5輪、2番麻生5輪、4番クレーン5輪、5番から3番、1番、2番、4000円以上でございます。